じめまして、沖縄県与那国島在住ののぞみと申します。この度ですね、 YouTube チャンネルを開設することになりました。僕はですね、大阪府出身の47歳ののぞみです。のぞみがね、本名となります。沖縄移住歴19年目になるんですけども、最初のね、十数年間はですね、沖縄県の那覇市に住んでおりまして、その後ですね、ちょっと仕事の関係でタイのバンコクとかね、タイのチェンマイに住んでたこともございます。今はですね、沖縄県の与那国島に在住しております。皆さんですね、沖縄県の与那国島、場所をご存知でしょうかね。与那国島はね、日本の一番西側になります。台湾とね、与那国島の距離がね、111キロですからね、目と鼻の先がもう台湾でございます。そして石垣島まで127キロですからね、もう台湾の方がね、本当に近い距離でございます。この YouTube チャンネル開設にあたりましてね、YouTube チャンネルの内容なんですけども、この沖縄県与那国島のね、離島生活、Vlog 形式でね、お送りしたいと思います。そして石垣島も僕ちょこちょこ行くんですけども、石垣島とかね、周辺の離島などもこう撮影していきたいと思います。そして、最近ですね、ちょっと縁がございまして、ちょっと猫をね、3匹共同で飼うことになったんですけども、この猫のね、ちょっと成長記録もね、ぜひ撮影していきたいと思います。本当にもう今めちゃめちゃ可愛いです。かなり溺愛してるんですけどもね。そして先ほども申し上げましたけども、タイにね、住んでたこともございまして、タイなどにも行ってね、撮影したいと思うんですけども、今年はコロナの影響でね、行けるかどうかわからないんですけどもね、いろんなもろもろちょっとこう、なんていうんですかね、自分の数で行きたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。今日がね、一発目の動画なんですけども、ちょっと緊張してね、結構棒読みになっていると思いますけども、皆さん大丈夫ですかね。しばらくはちょっとお見苦しい点を多々あると思いますけども、もう本当にご了解ください。今日はですね、一発目の動画ということで、どこに行こうかと迷ってるんですけども、せっかくですからね、日本の一番西側ということで、あそこに行ってみたいと思います。そしてですね、これからいろいろ撮影していくんですけども、もし僕とかですね、沖縄県の与那国島とかね、石垣島、タイとかで、ね、少しでも興味のある方はですね、チャンネル登録していただければね、励みになりますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。では早速ですけども、あそこに行ってみたいと思います。歩いて行けるんです、僕の家から歩いて10分ぐらいのとこです。では早速行ってみましょう。はい、では今から日本最西端入崎まで歩いていきます。さあ、こちらは香川商店ですね。さあ、家からですね、2、3分のところにフェリー乗り場があります。ここね、小倉港です。フェリー与那国、これ石垣行きですね。
石垣島までだいたい4時間ぐらいです。さあこちらが生浜です。すごい海の色が綺麗でしょ。誰もいないですね。見えますか、目の前大剣乗馬やってます。与那国馬ですね。いやしかしね、めっちゃ暑いです。今ね朝の9時半ですけど、沖縄梅雨もあって毎日めっちゃ暑いですよ。これね、家から歩いて10分って言いましたけど、もうちょっとかかりますね。これ熱中症対策でね、帽子とかね、サングラス必ず必要となります。紫外線の量はねすごいですからね。僕はちょっと目が悪いので、このサングラスはね度付きなんですけど、さてさあ入崎灯台の看板まで来ました。入崎の灯台まで530メートルです。いや、車で来ればよかったとちょっと後悔してます。では行きましょう。入崎の駐車場に到着しました。まあなんとか10分で来れたんですけど、もう汗がすごいです。で観光のお客様もね、バイク1台と車が2台止まってます。では日本最西端の入崎ご案内いたします。
最西端入崎どうだったでしょうか。しかしね、めっちゃ暑いですよね。もう暑いです。もう優に30度超えてますよ、本当に。撮影がですね、基本 iPhone でやっていきたいと思います。そして編集もね、iPhone でやっていきたいと思います。今日ね、初めて動画の編集するのでね、ちょっとうまくいくかわからないんですけども、今後動画の数を増やしていきましてね、慣れていきますので、皆さんよろしくお願いいたします。今日のね、動画は以上となります。しかし暑い、めっちゃ暑い。では。